ドン。 Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、おしばすぐしぬ日本人アニメリアクター Wasamon です。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはダンスダンスダンスル最終回第11話。あ、俺クラシックバレエ好きかもです。最終回が、俺あのマジで勝手にツークールだと思ってたけんさ、終わるんやね。わあ、終わるんやね。どこが終わるかわからんけどね。まず前回のおさらい、第10話。ルオーのまあちっちゃい頃、おばあ様とこうルオーのこういう日常だったっていうところで、そこにこういう風に都が入ってきたよっていうのと、まあ、都が入ったことでルオーの生活はこんな風になったよっていうのがあって、で現代の方に戻ると、あの第9話のケツの方でルオーがいなくなったから、じゃあ探しに行こうってなった時に、おばあ様が今施設にいるから、じゃあそこまで行くっていう風な流れで、でその電車の中でルオーのね、さっき言った過去があって、でその施設が海の近くにあると。でそこまで行ったらルオーが砂浜で踊っていたと。でもおばあ様はルオーを見ながら、マズルちゃんはすごいねって言って、もう完全にそのマズルのことしか頭んなくって、ルオーとしてルオーを見てるんじゃなくて、マズル、そのバレエ、自分ができなかったバレエを教え込んだマズルを見てた。教え込んだマズルっていう表現でいいかな、なんか多分ちょっと違うかもしんないけど、でもそういうことなんだよ。ルオーが今目の前で踊ってんのに、マズルちゃんすごいしか言ってなくて、でもそこで順平が、ルオーにとって大切なのは誰に認められることでもね、このおばあ様っていう呪いから解き放たれることなんだみたいなことを言っててね。でも今回で終わるってどうなるんだろうな。完全にルオー主軸だったんだけど、このサブ隊がもう順平に変わってっかんな。そう、どうなるんだろうね、わかんないから、もう早速最終回見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。あとあれなんだよね、話の流れとしては何だったっけ、あそこのバレエスタジオの、あの及川か、及川の発表会を今ドタキャンっていうかね、今バックレてる途中だから、そこに間に合うかどうかっつうの、次回予告では間に合ってたのかな、どうだ。はい、それではディズニープラスで再生していきます。3、2、1、スタート。最終日、SS クラス、スカルスプジューシー、地名決定予定。
マジか。マジか。これ多分おばあさんも今ちゃんと見よるよ。マジ？ここでマズルちゃん。そうね、まあここは。これはプロポーズやん。すげえ。まあこれはしょうがねえ。順平にはできんもんな。これ都じゃないとダメなんだよな。これあ、順平だけ行くん？ちょっと早いね。雨。美咲。
いつ言われたんこれ。ってよ。いいね今の。ピアノの先生。マジか、間に合わんやった。間に合ったか？やっぱ受ける気あったやん。本当だよ、マジか。大丈夫か、この状況で。水も滴るなんとやらじゃないか。その浮いてんの。へえ。めっちゃ見とるやん、ちゃんと。すご
個か。うわっ、でもようそこまで気づける、すげえな純平もアドリブができとるよ。でもやっぱ、すげえ。すげえよ。マジで。及川だ。やっぱ変わったんだ。本当？そんなことありえんの？
ほっ、こう、マジか、マジか、順平、マジか、マジか、で、出ていくん？やっぱ悔しいよな。マジか、順平、マジか、おい終わったやん、わあすげえ、及川バレエスクール SS って書いてある、おるやん、ちゃんと。うわあ、これで終わるか。なんか11話もう本当に他の作品と変わらずワンクールのはずなのに、なんか一瞬で終わった感があるな。マジか、もう五大バレエスタジオとは縁を切って、完全に断ち切って及川の方に行って、すげえこれ圧巻やね。これ続きがどうなってんのかマジで気になるな。原作って あるんじゃないの。あるとしたらどういう風に続いてんだろうこれは。及川でずっとやっていくっちゃやっていくけど、だって学校で宮子とかルオとは会うわけじゃん。すごっ、圧巻やね。いやーでもあそこで起点聞かせんのすげえね。
でも一瞬我に返ってつったけど、でもそこであの悲しい感じ出して、そっからまたこう今度は鼻歌歌いながらまた嬉しいみたいな気持ちのあのあれをやって、すげえすげえとても満足感のある作品だったな。感動やね。すごかったわ。よかった。なんかね、よかった。なんか、見た人は書いてください。なんか、感想。俺の動画に対する感想とかじゃなくて、作品に対する感想だから。いやー、すげー。ゲー満足度高えな。いやーすごかった。ありがとう。マジで。とても良かった。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、ダンスダンスダンスール最終回第11話。俺、クラシックバレエ好きかも。でした。ありがとうございました。ならね。